ラスカアタミは静岡県アタミ市田原本町に所在するアタミ駅の駅ビルである。日本を代表する温泉街の一つであるアタミ温泉に隣接しているため、周辺にも数多くのお土産店が軒を連ねており、アタミ温泉の一大お土産店街を形成している。現在の建物は2016年11月25日にオープンした2代目。正式名称は 湘南ステーションビル熱海店。JR 東日本の子会社である湘南ステーションビルが営業する。なお、ラスカは他に3駅に存在する。建物は3階建てであり、各階に加えて屋上にもフロアがある。また、南隣に車53台が駐車可能なコインパーキングがある。営業時間は、ショッピングが九時二十時、レストランカフェが十一時十一時三十分。 屋上広場が9時21時。屋上3階、レストランサービス2階カフェ、お土産、雑貨1階カフェ、お土産、食品、惣菜駐車場建物は、旧熱海駅舎の南隣に所在し、3層2階建て構造。開業当初は、熱海駅デパートを名乗っていたが、後に熱海やボンデと解消。当時は、小田急系列であったが、2005年4月に、 湘南ステーションビル株式会社に吸収され、後見ラスカに再度解消した。耐震性能やバリアフリー性能に欠けることから、2010年3月31日に営業を終了し、取り壊された。1階にお土産店、2階、中2階に飲食店が入居しており、1階の営業時間は8時30分、18時30分、2階は10時21時であった。 小田急電鉄も湘南ステーションビルの主要株主であり、小田急ショップの入居や小田急ロマンスカーの予約業務を行っていた。2階、中2階からお好み、食堂、喫茶の街1階から、お土産の街、駅ビル、ラスカータミオープン伊豆の玄関口、おもてなし充実、静岡新聞、 http://www.at-s.com スラッシュニュー、e、ススラッシュアーティクルスラッシュエコノミースラッシュ静岡スラッシュ 305125.html2017 年6月1日閲覧フロアガイド一覧ラスカータミアクセスラスカータミありがとうございます